東京リベンジャーズ装飾品でキャラ当て全18問ネタバレ注意スタートです。第1問、10秒経つとヒントが出てきて、15秒経つと第2ヒントが出てきます。双子座。第2ヒント、イメージカラーはオレンジ。答えは川端名古屋でした。第2問、いて座。第2ヒントはイメージカラー薄い青、松の千冬でした。第3問、アニメの先まで行く問題も出てくると思いますので、ネタバレ注意してください。水亀座。イメージカラーは黒。答えは木崎哲太でした。第4問、星座は分かりませんでした。イメージカラーも分からないので、バルハラ幹部ということで、どうでしょう。答えは長寿でした。第5問、お牛座。イメージカラーはピンク。答えは竜宮寺剣でした。第6問、魚座。イメージカラーは黄緑。答えは林田春樹パーチンでした。第7問、サソリ座。イメージカラーは紫。答えは半間修司でした。第8問、おうし座。イメージカラーはワインレッド。答えは幼い信孝でした。第9問、星座は不明。イメージカラーも分かりませんでした。答えはガリマンでした。
第10問。双子座。イメージカラーは多分青かも。答えは川田宗也でした。第11問。サソリ座。イメージカラーは濃い青。答えはバジケイスケでした。第12問。乙女座。イメージカラーは分かりません。答えは黒川イザナでした。第13問。星座は不明。イメージカラーも分かりません。答えはサンズハルチオでした。第14問。おひつじ座。イメージカラーは分かりません。答えはココノイハジメでした。第15問。星座は不明。イメージカラーは多分灰色なんじゃないかな。答えは灰谷林道でした。第16問。双子座。イメージカラーはオレンジ。答えは三谷隆でした。第17問。乙女座。イメージカラーは不明。答えは芝八回でした。第18問ラストです。カニ座。イメージカラーは薄い緑。答えは花垣竹道でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。